はい、始まりましたサイクリスト TV インプレッションコーナー、今回はボーマのラソワ2の実装編でございます。はい、このラソワですね、もともとリムブレーキだったんですけども、ディスクブレーキ化しました。おい、はい、でディスクブレーキがただついただけではなくて、それに伴って、剛性であったりとか、バランス、こちらの調整が行われて最適化されたというようなバイクであります。まあ、エアロロードということでね、安定性非常に高いモデルだったんですけども、その良さをそのまま生かしたディスクブレーキ、搭載モデルになっております。はい、でこちらね、まあ、騎士もね、もともと選手でボーマのバイクを使っていたってこともあって、そうですね、まあ、特性なんかもね、よくね、体で、分かってるとは思うんですけども、まあ、今回ラソワ2ということでね、新モデルなんで、そのあたりもね、実際に走ってみて楽しみですね、体験してもらえればなと思います。はい、はい、いってらっしゃい。はい、行きます。行きます。おー、第一印象としては軽いっすね。漕ぎ出しが軽い。だ、車重あるからなんか重てえんだかななんて思ったっすけど、そんなことはないっすね。で、やっぱこうディスク用にブラッシュアップされて積載層を変えてるっていうのはあるっすね。積層を変えてて硬さを出してるのかなと思ったっすけど、どちらかと言ったら剛性じゃなくて、このトータルバランスとして乗り心地を重視してるのが僕は際立つっすね。軽い走りでやっぱ、おお、いいな、これは。フロントの追従っていうよりかは、リア三角のこの細身とボリュームのある BB によって路面追従性能が上がってる感じはするっすね。こうリアグリップがすごく効く感じっすね。で、ハンドルで切るんじゃなくて、こうあからさまに分かるんですけど、車体全体で体重乗せて曲がる感じが体に覚えられるので、まあ、なんだろう、癖でハンドル切る人がこれ乗ったら多分ちょっと大変だろうなと思っちゃうんですけど、逆になんか正しいコーナーへの自転車の倒し方とか学べそうですね。いや、いいバイクっす、これは。で、素材の透明性のカーボンも硬すぎず柔らかすぎずのちょうどいい、ものを使っているので、非常にあれですね、軽い走りが印象ですね。ちょっと安心してみましょうか。うわー、おーしょ、これあれだな、トラクションのかかりがいいですね。ずっとトルクかかってる感じ。うわー、なれですね。ダンシングして思ったのは、トラクションがずーっとかかってくれるから、うまくペダリングが綺麗な人には非常にドハマりするフレームなんじゃないですかね。平坦や向け、トライアスロン向けっていうよりかは、綺麗にペダリングする人とか、なんだろう、優しく丁寧に乗る人には非常に速いっていう風にはなるんじゃないですかね。だからフレーム側がこういうのを準備してくれましたよっていう風に、意図に対して体の使い方を教えてくれるバイクっていうのもありかもしれないですね。無理なライディングをしようとするとうまく伝わらないし、この自転車に合った乗り方、ペダリングとかをやっぱ実行するとスムーズにストレスなく加速していくのが、このラソワ2のいいところかなっていう風に僕は感じます。スペック編でも松尾さんが言った通り、癖がないと言ったんですけど、癖がないというのは、まあ、こういう風に乗ればいいんだよっていうのがすごく分かりやすいですね。それこそ素直なバイクですよね。この立ち上がりもリアの三角のコンパクトさとカーボンレイアップの変更によって反応はやっぱいいですね。そしてトルクもかかる。これはだから納得な感じですね。さすが人馬一体っていう風に考えれた通り、いいフレームです。さあ来ました、本日2台目ボーマレソワ2。僕ね、数年前にプロチーム入ってた時にボーマを供給していただいてまして、2年間ね
ボーマーのバイドプロっていうのを乗ってたんですけど、それ以来のボーマー久しぶりですね。で結構僕そのボーマーで優勝とかはないですけど、結構いいところまでの成績を出していただいたので、出させていただいたので、すごい親近感のあるフレームなんですけど、まあ、ディスクブレーキのボーマー初ということで、でフレーム自体もそのディスク用にね作られたフレームなんですけど、すごいエアロ形状で進んでくれるっすね。普通のなんて言うんだろうな、ヒルクライム用の細身のフレームというよりかは結構エアロで、こう風の抵抗をあんまり感じない、でかつペダリングもすごい軽くて、このボーマーのホイールと相性もいいっすね。すごい軽いペダリングが、で下りも結構安定してくれるし、この下りからのね立ち上がりっていうのは結構それぞれなんですけど、おいいね、こう自転車振った時の軽さ、振ってこう帰ってくる時の軽さがすごく感触がいい。なんて言うんだろうな、軽いダンシングするとかつ進んでくれるっていう、その軽さと剛性のバランスがすごい取れてて、立ち上がりとか下りとかすごい安定しますね。安定してまっすぐ走ってくれる、いいな。数年前のスタボーマとは違う感触でいいですね。ああ、でも上りのダウンシングもすごい軽やかで、こう体重を乗せた時のが推進力に変わってますね、しっかり。いいな、また前回乗ったボーマとは違う良さがありますね。はい、ということで2人に実装してもらいました。どうでしょうか、ラソワ2。結構踏んだ踏んだ。あ、本当、なんか息切れてるけど、どうでしたか森くん。僕はですね、これね初めて乗るバイクとしてはおすすめしたい1台ですね。あ、そうなんだ、はい、初めて乗ってるのはそのカーボンの、まあ、レーシングバイクみたいなのでもいいし、うん、初めて自転車を始めるならでもいいんじゃないかな、うん、なんか、あ、そうなんだ。こういう風に自転車を乗れば早く楽に走れますよっていうのを教えてくれるバイクかなと思ったす、うん、あ、そうなんだ。じゃあ結構素直な性格そうですねあるのかな、ね、なるほどね。ヒシどう思った。僕はボーマーね数年前に乗ってまして、うん、またそれとはちょっと違った感覚だったかな。あ、本当、進化してる。で、うん、軽かった、すごい。その乗ってるフィーリングが、うんうん、なんかあんまりその頑張んなくてもこうスッ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 ペダリングができる感じ。あ、そうなんだ。そう、だから素直に進んでくれるんだ。そう、変に頑張って漕がなくてもある程度の速度域だったらスッて進んでくれるから。なるほど。そのまあビギナーというか、うん、ちょっとレースでもう走ってみたいなぐらいの人が乗るにはいいバイクかもしれないです。あ、なるほどね。漕ぎ出しすんごい軽くなかったですか。軽い、びっくりしたっすね。ダンシングもね思った以上に軽くて、うん、すごい良かった。あ、そうなの、はい、じゃあここから自転車、まあ30、まあ、フレームで30万円以下、うん、まあ、20万円台だけど、ここから1台組めれば長い間、うん、まあ、レースもライドも楽しめるという感じですかね、うん、はい、まあ、ということでね、ラソはディスクブレーキ化しましたけども、うん、進化したのかな。良かったですね、うん、はい、はい、という、評価となりました。はい、ぜひね、参考にしていただければなと思います、うん、はい、ということで、今回はボーマのラソワ2、実装インプレ編をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。